先日乃木坂さんのバースデーライブを見に行かせていただいて、あの乃木坂5期生さんのライブを見させていただいあの見させていただいたんですけど、なんかすごくもうね、もう憧れとしか言いようがないんですけど、私たちと半年ぐらい、デビューが違うんですけど、私たち半年でこんな素晴らしいパフォーマンスできるのかなって思うぐらい、ちょっともうなんかすごい尊敬の念でしかないんですけど、すごくなんかあの心になんか残るようなあのパフォーマンスだったので、私たち4期生も、もう5期生さんを追いかけていけるように頑張りたいなって思いました、あのライブを見て、あ、そして先日、桜坂3期さんの、おもてなし会も見に行かせていただいて、すごくなんか、ちょっとだけしかずれてないかなって思うんですけど、私たちと桜坂3期さんでもすごいなんかパフォーマンス、ダンスのレベルがすごく高くて、皆さんあの桜坂3期さんの、おもてなし会見た方いらっしゃいますかね。すごくすごくすごかったんです。ダンスとか歌も表情もパフォーマンスがすごくて、いや私たちもう頑張らないとなってすごく焦りました。焦りましたというか、そうでもすごく楽しくて、私たちも見てくださってる方がすごいパフォーマンスすごいとか楽しいとか思っていただけるようなライブをもっともっともっと練習して頑張りたいなって思いました。日向坂4期みんなで見に行ったんですけど、なんかそれでその桜坂3期さんのもてなし会見た後に、もうすごいねってみんなでなって、私たちも頑張ろうって思ったので、力を合わせて頑張ります。ほぼねもううーんどうなんだろう、もうちょっとしか違わないからほぼ同期みたいな感じなのかなっていう風に勝手に思ってるんですけど、すごくあの3グループで切磋琢磨して頑張っていきたいなって思いました。はい。言ってよかったのかな、これ分かんないけど言っちゃった。